こちらはアーノルド。あらあら。アーノルド、惜しかったね。今日はついてなかっただけさ。ボロボロだな。たくさんの人を喜ばせたからその価値はあったんじゃないか。おや、意識を失ってるみたいだね。まるで死んでいるみたいだけど、ちゃんと生きているんだ。でも外からの刺激には反応できないんだ。だから例えば有名な K-POP の音楽を何年間も聴き続けても全く問題ないんだ。昏睡状態は数日だったり数十年続くこともあるんだ。エドワルド・オハラは15歳の時に昏睡状態になり、42年間もそのままだったんだ。体験者によると昏睡の間にいろいろなことを体験するんだよ。長くて薄暗くて迷路のようなところをさまようような複雑な体験をするんだ。昏睡状態はグラス棒のコーマスケールというものを使って判定され、15ポイントなら意識があり、3ポイントなら脳死だとされるんだ。大変だ。生命維持装置を外そうとしてるよ。もう実験なんてさせないから目を覚ますんだ。ほら、向こうに光が見える。頑張れ、あと少しだ。私が君のことを本当に心配する日が来るなんて想像もしていなかったよ。これは契約書だ。ゾウ出演を決めておいたぞ。まあよく読まずにサインするんだろうな。その空っぽの頭の中を賃貸に出したら儲かるんじゃないか。いいアイディアだろう。その赤い頭の中はかなり広そうだな。私の古いバイクでも置かせてもらう。さて今回の役のために君は体重を3倍にしてもらう。俳優というのはできるだけ役に近づくために体重を増やしたり減らしたりすることが多いのさ。例えばクリスチャン・ベイルは2008年から2013年に9回減量した上に 30kg も体重を増やしたんだ。ポンドで言えば66ポンドだ。手っ取り早く体重を増やすには大量に食べるんだ。ドライフルーツとかナッツとかピーナッツバターサンドとかおやつもたくさん食べるんだ。それからデザートもだ。アーノルド、君には太る才能があるようだね。とても順調だぞ。そのうち主役にもなれるだろう。スターだよ。そう、これが今回の役だ。だから体重が必要だったのさ。がっかりするな。これも仕事だ。ちなみに交通費は自腹だ。家に歩いて帰るんだ。体重が増えた分、骨に負担がかかってるぞ。肥満度を計算してやろう。152センチ、93キロで、BMI は40以上だ。肥満度はレベル3だな。もし辛くなったら、ここに電話しよう。私の友人が君を特別な場所に連れて行ってくれるだ。ここならわずか数分で余分な脂肪が全部排出できるんだぞ。よしよし。ああ、元通りじゃないか。そうそう。ああ、その緩んだ皮を見れば二度とあんなに食べようなんて思わなくていいだろう。君から排出した脂肪だが、ブラックマーケットで化粧品会社に1キロ1万5000ドルで売れたよ。よし、アーノルド。家に戻ってテレビをつけろ。いつも通りにな。そうだ。何も考えるな。おはようございます。大事な話がある。君の命はあと24時間だ。こんな時どうするのかググってごらん。ブラウザの履歴は消しておこうね。人生最後の日をどう過ごすかという大変な問題の答えのトップは3つだ。
まず愛する人と過ごす。そうだね、君には当てはまらない。次はジャンクフードを食べまくるだ。君は毎日食べてたよね。最後の3つ目は愛する人と海で過ごす。お、これはいいんじゃないか。理想の生活だと思っていたことを実現するんだ。おいおい、ガス欠だ。お金もないね。いいぞ、最後の日なんだから思いっきり行こう。限度額いっぱいだ。この世で一番お金持ちになったような気分になっただろう。アマゾン創業者のジェフ・ベゾスを無視して、世界で最初に新しいテスラモデル S を買うことだってできるんだ。お金はあるんだし、飛行機を借りて世界中の好きな場所に行ってみよう。さあ、どこ行くんだ。いいぞ、彼女をボーイフレンドから奪って2人だけで遠くへ行くんだね。すごいぞアーノルド。この時間が永遠に続けばいいのにな。実は可能だ。太陽を追い越せばずっとその日が終わらなくなるからね。そのためには赤道を時速 1667km で飛ぶ必要があるんだ。そうすればずっと1日が終わらないんだよ。ごめんな、それでも君の時間は止めることができないんだ。残された君の時間はあとわずかだよ。勇気を出して。あれ、生きてるじゃないか。ああ、なるほど。借金を全部返すまで死ぬことは許されないってわけだ。なんだか不気味な場所だね。おや、停電かな。アーノルド、余計なことはするなよ。なんかヤバそうだね。逃げよう。なんてこった、どうやら13世紀に飛ばされてしまったようだ。しかも宗教裁判の真っ最中。まあせっかくだから楽しみなよ。宗教裁判の目的は異端者を捕まえることだ。あらら、彼は関係ないよ。はっはぁ、彼らはスマホを黒魔術の道具だと勘違いしたんだ。まあこの時代じゃ無理もないか。ガリレオは地球が太陽の周りを回っていることを証明したんだけど、それはカトリックの教えとは完全に矛盾していたんだ。アーノルド、運が悪かったね。この当時、赤い髪の毛は悪魔と関係があると信じられていたんだ。最初は簡単な質問みたいだから、とりあえず椅子に座ったら。あ、おや、ごめん、これ拷問用の椅子だったみたいだ。ほとんどの自白は拷問の結果だったんだ。アーノルド、異端であることを捨てるんだ。宗教裁判では様々な異教徒が黒魔術と関係があると誤解されたんだ。そして彼らをカトリックに改宗させようとしたんだ。ほら、もうカトリックに改宗しちゃいなよ。そしたら自由だよ。実際に異端審問で改宗した人は解放されたんだ。おやおや、またかい。どうやら密告されたみたいだね。気に入らない相手を始末するために異端だと密告することはよくあることだったんだ。おや、今度の拷問は本格的だな。これはスペインの長靴、これは異端者のフォーク、これはユダのゆりかごだ。早めに自白した方がいいよ。これで君はネクロマンサーであり魔法使いでノームだと認めたことになるんだ。よかったね、もう拷問はされないよ。異端審問では処刑されるわけじゃないからね。自白すると地域の裁判所に連れて行かれるんだ。落ち着けよ、火炙りなんてならないよ。ギロチンでスパッと切られるから。おお、ライターの火のことをファイアーボールの魔法だと思って、君のことをみんなが怖がってるよ。当
当時のカトリックは荒っぽいよね。それにしても、おい、アーノルド。アーノルド、その湖の水は危険だぞ。まあ、心配ないよ。昼を飲み込んでも悪いことが起こる前に胃の中に入って溶けてしまうからね。おや、ずいぶんたくさん昼を飲み込んでしまったようだね。君の体は昼にとって手頃に住める家になってしまったようだ。世界に生息する昼の種類は500種類以上。でも、人に危害を加えるのはわずか3種類だ。335匹いれば10分で体内の血を全て吸い取れる。君が飲み込んだ昼は1000匹以上だ。急いだ方がいいね。塩水を飲めば昼を駆除できるよ。悪いけどこのボトルで我慢してくれ。湖の水を飲むのはいいことじゃないんだよ。昼は結構賢いんだ。昼の細胞は生物コンピューターにも使われている。簡単な足し算ができるんだよ。君には無理だよね。喜ぶのはまだ早いよ。小さくて危険なお友達がほら目を覚ましたじゃないか。信じられないと思うけど、そのままじっとして刺される方がいいんだ。蜂の毒ってすごいんだよ。有益な成分がたっぷり含まれているから不治の病も治ることがあるんだ。どうやらその前に熱射病で死にそうだな。蜂に囲まれると体温は47度まで上昇するんだ。お、やるね。携帯の電磁波は蜂を無力化させることができるんだ。蜂はたくさんのセンサーがついた小さい飛行機と全く同じだ。君が飛行機に乗るとき携帯の電源を切るだろう。それと同じだよ。蜂の巣に 900MHz の携帯を置きっぱなしにすれば、蜂たちは10分でいなくなって二度と戻ってこないんだ。蜂も昼も勝負は互角だ。一番無鉄砲で頭が悪いのはアーノルドだよ。楽しかったよ。起きるんだ。いいニュースだ。君が外に出るのが怖いことは知ってるよ。でももう他の人に会わなくてもいい。エベレストの頂上にいるんだ。この山の別名はチョモランマ。地球で最も高い山だ。言い忘れていたけど、君は私に5万ドルの借金がある。これはこの山に登るためのごく平均的な費用だ。頂上で生活するには最高の装備が必要だ。でも酸素がとても薄いし、すごく寒い。アーノルド、最低でも1キロ下に降りるんだ。急げ。でもゆっくり降りるんだ。ここでは酸素の量は地上の3分の1しかない。体力を温存するんだ。酸素がなくなると時間がわからなくなってしまう。3時間で5メートルしか降りられないのは遅すぎるな。幸運なことに秒速200メートルの風が吹いてる。これを利用すればたったの3秒で8キロ飛ぶことができるよ。よかったね。ゴミの上に着地できた。登山客はたくさんのゴミを残していくので、政府はゴミ1キロあたり2ドルのお金を払っている。どうやら私の借金を返してくれるようだね。アーノルド、大きく呼吸するな。マイナス60度の気温が君の肺をカラカラにしてしまう。咳がひどくなって肋骨を折ってしまうことすらあるんだよ。すまないアーノルド、エベレストから遺体を下ろすことはできないんだ。遺体は山の高度の目印として利用される。まあ誰かの役には立てるよ。極寒の世界にいたからとても楽しそうだね。少し楽しみすぎたんじゃないの。やあアーノルド、酸素不足で幻覚を見ていたようだね。誰かが火を起こしてくれたようだ。気がついてよかったけど、まだあと6キロ降りなければいけない。残念ながら家に帰る体力は残っていないようだね。でも待てよ、いい考えがある。マルコ・シフレディの偉業を真似するんだ。
彼は2001年にエベレストをスノーボードで滑り降りたんだ。アーノルド、君ならできる。あちこちの骨が折れて凍傷も最悪だ。でも下に降りることができたぞ。とても信じられない。アーノルド、思いっきり叫ぶんだ。冗談だよ。山で叫ぶと雪崩が起きるから決して叫んではいけないよ。心配いらない。君には5万ドルの借金があるからちゃんと連れてくよ。おい、アーノルド。やあ、アーノルド、犬にしつけをしているのかい？そうだ、お手本を見せるのが一番わかりやすいだろうね。アーノルド、アーノルド、ちょっとした問題が起きたね。怖がらなくてもいい。生き埋めになっただけだ。ロドリゴ・コルテスみたいにね。騒ぐのはもうやめなさい。悲鳴を上げるとパニック、心拍、それに応じて必要な空気の量も増えることになるんだ。棺桶の中で酸素がなくなるまで最大で2時間だ。アーノルド、電話は持ってる？深さもたった2メートルだ。よし、大切な人に電話をかければ助けてくれるだろう。でもこれは確かなことじゃない。彼らにとって君は死んでいるから、おそらく誰かのいたずらだと思うだろう。インターネットに接続してみよう。君の投稿は確実に表示される。ただし、面白いスーツを着た猫とか、アリアナ・グランデの新しい投稿とか、面白い形のジャガイモの跡だけど、これだ。ジオタグ付きの投稿なら 79% 多いエンゲージメントを獲得できる。石油が見つかったって投稿すれば、ドナルド・トランプが 100% 見るよ。危機的な状況に陥ると人の動物の本能が目覚めるんだ。君の中でも目覚めるだろうと思っていたよ。アーノルド、酸素が不足していると人は幻覚が見えてくるんだ。 Google で検索してみよう。棺桶の蓋みたいに人生で釘を打つな。コンフォートゾーンから出るんだ。これじゃない、キルビル2だ。ユマサーマンは好きかい？蓋に穴を開けるんだ。根性を入れて、ナルトのように全ての怒りを集めて。痛かったかい？なんとかして蓋を壊すんだ。ポケットに何か入っていないか見てみよう。アーノルド、それは何？冗談はやめてくれ。棺桶から出ても君には必要ないだろ。これならいける。突き破るんだ。それ。ファシストから逃走するように。ビリー・アイリッシュの歌から逃げようとするように。君は隙間から脱出するんだ。やった。脱出の道を開けるために土をすべて棺桶に入れるんだ。シャツを持ち上げて君の頭の上で結ぶんだ。こうすると頭に落ちた土で窒息しなくなる。アーノルド？アーノルド？アーノルド？目を覚ますんだ。また幻覚かい？自分の身長以下なら抜け出すのはとても簡単だ。でも2メートルあるから、毛虫のように張って上に出るといいだろう。アーノルド、あと少しだ。よくやった。君は生きている。おいおい、最低な手品だな。人気が欲しいならもっと目立たなきゃ。例えばこういう方法だ。マジシャンのハリー・フーディニーは手を縛られたまま生き埋めにされた状態から抜け出した。何が言いたいかわかるだろう、アーノルド。今日は君を生き埋めにする。3回目だ。このトリックはもはや普通すぎて観客は飽きてる。そこで今回は特別な方法でやってくれ。手錠をかけて、棺は金属製だ。いいか、前回生き埋めにした時、一番大切なルールを学んだよな。酸素を節約するために落ち着いて深く呼吸しなければいけないんだ。ほら、落ち着け。まず手錠を外すんだ。簡単なことだ。手の指を一本折ればいい。簡単に手錠が外れるぞ。メソメソするなよ、アーノルド。まだ2本残ってるじゃないか。ベルトや時計を使って蓋を開けるんだ。金属の棺は端の方に弱点がある。アーノルド、冗談だ。金属は割れたりしない。おバカさんだな。上には2メートルの土があって、2.5 トン近い質量で押し付けられているんだ。だからこの3回目の埋葬がおそらく最後だろう。アーノルド？アーノルド、どこにいるんだ？ああ、こいつめ。そう、これが本当にアリー・フーディニーなんだ。この方法で彼は棺の側壁にある秘密の区画を取り抜けてトンネルに入ったんだ。そしてお墓のハッチから上の棺桶の中に入って、
50センチの土を破ったわけだ。だけどハッチはどこだ、あの棒。残念、簡単に出してやるとでも思ったのか。泳げよアーノルド、コンクリートが固まる前にな。言い忘れてたけど、コンクリート溶液は水と相互作用してアルカリ分子を形成するんだ。君の肌には水分が多いから、そう、痛いよな。おめでとうアーノルド、やったじゃないか。注目を集めることに成功したんだ。栄光を味わえよ。どうやらホームレスの強盗に出会ったようだ。まあこの怠け者が少しでもお金を持っていればの話だけど、助かった。カメラを撮られるんじゃないかとドキドキしたよ。彼に一体何が起こったのだろうか。もし一度でも歯を磨いていれば、数週間ほったらかしの海洋に気がついただろう。これは非常に危険なシグナルで、これは実はガンだ。非常に病弱な体でも毎日数百万個の細胞が生まれている。それで時々バグが起こる。変異体が生まれるんだ。この細胞は他の細胞とは違っているが、できるだけそれを隠そうとする。もし君の体が健康なら、免疫システムが簡単にこの細胞を見つけ出すことができる。しかし、君の体がずっと回復しているようなら、ガンと戦うエネルギーは残っていない。アーノルド、この子が欲しいかい？簡単だ。君の両親がガンなら、君もガンになる可能性が 10% ある。どうだい？放射能によっても、この変異体が生まれる可能性がある。例えば防護服なしでチェルノブイリ原子力発電所へ行ったり、国際宇宙ステーションに1000日間住むことだ。あるいは1日にタバコを6箱吸うか、10年間2キロの燻製肉を食べ続けてもいい。この細胞が巨大なガン性の腫瘍に変わるのはあっという間だ。ほら、食べ物が横取りされて胃まで届いていない。変異した細胞は血管内に入り、肝臓、肺、脳など体全体に広がる。さあ毒を撒く時だ。化学療法ではガンは治らない。ガンを殺すが、その周りにある健康な細胞まで殺してしまう。さあここから出るんだ。あとは様子を見ればいい。もしくはこの隙に逃げろ。そのケツを椅子に下ろして何を食べるのか決めるんだ。まだかあの子、どれにしようかな。赤ちゃんのコブラでさえ3トンの象を殺すことができる。胃の中に空気はないが、ヘビは水に潜るときに最大10時間まで息を止めることができる。胃は 1.5 時間から2時間でヘビを消化する。鳥と同じようにね。残ったものは全て肛門に送られる。ああ見ろ、毒だ。君の血液と触れなければ危険なことはない。なんてこった。海洋や切り傷から血管に入ると毒の効果はすぐに現れる。麻痺、痙攣、そして15分後にはもう手遅れだ。もちろん解毒剤があれば大丈夫。このカエルを置いたのは誰だ。猛毒吹き上がるの毒は 1g で町の全ての人を殺すことができる。小さな動物がこのカエルの足跡を踏んだだけでもすぐに死んでしまう。ほんの少し毒が君の肌に触れただけでも君は死んでしまう。このカエルは胃に入って30秒で死ぬが、君は10分間苦しみながら死ぬことになる。この毒の解毒剤は存在しないから諦めるしかない。もしサソリの毒がこの毒に加わると、その強さは12倍になる。最後の願いは、見ている人に登録と高評価を押してほしい。わかった。イーロンマスクが新しいロケットを打ち上げたら、宇宙から隕石を発射されたって？落ち着けって。君、隕石が何なのか知らないだろう。隕石は宇宙で生まれた巨大な物体で、その大きさは数グラムから数千トンまである。大丈夫だよ。隕石が人類に当たったのは1954年の1回だけ。それも足にコツンって当たっただけだ。おや、誰かが地球を救うために志願してくれたようだ。やる気満々じゃないか。これで問題も解決。めでたしめでたしだ。あは、やっぱりいつものパターンなんだね。地球の最後の日が迫っている。
誰かこの危機を救ってくれるヒーローは。アーノルド。そうか、志願するんだな。じゃあスーツを決めよう。これじゃないよ。これでもないって。おいおい、そう、これが必要だ。あとはスペース X が実施したダートプロジェクトを真似するだけでいい。これは2022年にダイダモスという小惑星に向かって500キログラムの宇宙船を時速6キロでぶつける計画だ。自動操縦なんてないからね。頑張って操縦してくれ。それでヒーローになるんだ。アーノルド、生きてるのか？すごいじゃないか。まるで原始的な微生物みたいな生命力だな。でもちょっとした水の問題が残ってるんだけどね。直径100キロの隕石が地球に衝突すると、その衝撃で半径10万平方キロメートルにある生命は全て死滅するんだ。それによって大量の硫黄が発生する。大量に発生した塵とか灰が大気の上空に集まって太陽の光を遮ってしまうんだ。お腹が空いたらロケットに積んである宇宙食を食べなさい。そんなもの積んでないって？それはまずいね。だって地球上にはもう食料なんてないんだよ。宇宙服を着ていたのはラッキーだ。外はマイナス50度だからね。こんなところずっと歩き回りたくなってないだろう。気をつけろ。言い忘れていたけど、ゴキブリも生き残るからね。しかも少し変異してるよ。逃げた方がいいよ。さあ、無限の彼方へ。アーノルド、どうして食べられちゃうんだよ。アーノルド、世界には1万5000ものミサイルが存在していて、すべてを合計した威力は7500メガトンにもなることを知っていたかな。実は5分前に君の方に向かってその一つを発射したんだ。電磁波パルスは現代の車にたくさん使われている電子機械をダメにしてしまう。次に衝撃波が襲ってくる。もしもその錆びついたオンボロ車が原子レベルではダイヤモンドよりも硬い炭素でできていて、この衝撃をなんとか生き延びたとしても生き地獄が待っているだろう。起き上がるんだ、アーノルド。爆心地からの距離を確かめなければならない。キノコ雲が見えたらその方向に腕を向けて親指を立てるんだ。もしも雲が親指よりも大きければ君は放射能帯にいる。なんてラッキーな。日焼け止めは持ってるかな？聞くわけないだろう。一刻も早くそこから逃げるんだ。少量の放射性同位元素でも君の DNA を破壊し始めている。気分はどうかな？そうだ、シャワーを浴びた方がいい。汚染されたものとの接触を避け、水で体を洗浄することで生き延びる可能性は高まるだろう。アーノルド、浄水処理はしたかな？どんなに少量の放射線であっても悪性の腫瘍の発生につながる。おめでとう。核爆弾を生き延びられたし、今後ハロウィンの仮装は必要なさそうだね。でもこれで終わりじゃないぞ。もし地球上の誰かが核弾頭ミサイルを発射させたとしたら、連鎖反応が起きるだろう。こうして本当の世の終わりがやってくるんだ。この世界から抜け出す時が来たようだね。今日はセンチネントル島のほとりで釣りかい？でも決して上陸してはいけないよ、アーノルド。おめでとう。君は今世界で最もワイルドで最も敵対的な部族の手の中にある。彼らは外部の人間を好まない。きっと君を食べるんだろう。君の皮膚からは8つのドラム、血管からは5つの弓、君の空っぽの頭蓋骨からは大きなマグカップを作ることができる。君の髪の毛は族長の飾りになるだろう。アーノルド、どこへ行くんだ？エイリアンが本当に存在するとは思わなかった。彼らは君の体で何かをするつもりだ。君の体は水が 70%、 有機物が 24%、 無機物が 6% で構成されている。キュウリは水分が 85% から 90% だから、技術的には君は非常に感情的なキュウリだ。 6% の無機物の元素からたくさんの役立つものが作られる。君の体の中にある鉄は6センチの釘を作ることができる。それからヘッドホンを作るのに十分な銅もある。もちろん生きてる間だけど、君の内臓をほとんど取り除いても生き続けることはできる。人体は壊れやすいように見えるけど、胃、脾臓、肝臓の 75%、腸の 80%、腎臓、肺、骨盤にあるほとんどの全ての臓器、鼠径部はなくとも生きられる。もちろんキュウリみたいになることはないけど、死ぬことはない。
さあ、無料のヘッドホンもある。品質はやばいけど。でもこれは全て役に立たない。君の体には炭素、水素、ナトリウム、酸素が含まれている。この化学元素はダイナマイトに使われる。人体の潜在的な爆発力は 175g の TNT と同じだ。爆発の強さはその人が塩辛い食べ物をどれだけ好きだったかに比例する。